えー、今僕には好きな人がいて、その好きな人にも他に好きな男の人がいます。しかしその男の人は彼女がいるにもかかわらず、僕の好きな人とは都合のいいセフレ状態です。その好きな人とはほぼ毎日長電話してますが、そのことをどう思ってるのか聞くと、本当はダメだと分かってるけど、それでもその人と一緒にいたいと思います。どうにかしてその人を自分に振り向かせたいです。アドバイスをお願いします。えっと、電話するんじゃなくて、家に行ってください。今その、 夜中に不安になったりして、何か話し相手がいて安心したいっていうので多分電話してると思うんですけど、あの、わかったじゃ今すぐ行くわって言って行くと、多分その場で話をするっていう形になるんですよ。で、あの人間って自分の近くにいる人に勝手に親近感を見つけて好意を持ってしまうっていう生き物なんですよ。なんでそれ何回か,かやって、あの、酒飲ませてやっちゃってください。